皆さん、こんにちは。元在日の脱北者、キム・ジュソンです。14歳まで関西で過ごし、北朝鮮に渡った後、2009年に脱北をして現在は韓国で住んでおります。さて、キミ委員長なんですけど、えー、っとちょっと前に平壌の総合病院の建設現場を視察して大激怒しましたね。理由は資材の調達で人民に負担を押し付けていると厳しく指摘したということなんです。はい。 でその結果です、ね、あの現場の幹部全員をなんとオール交代するという指示が出ましたその背景ですが制裁や新型コロナの影響で経済的に厳しい状況が続いているさなかしっかりと医療体制を整えているよというふうなイメージを作り市民に寄り添う姿勢を見せたいのではないかと思いますですが、一番重要な問題点は。 実は病院が建設の場所を見て私は本当に驚きました他の建物は建っちゃいけないような神聖な土地になんとバカでかい病院が建ったからなんです。 えっとこれは平壌市中心部なんですけどまず平壌というのは川、大道口を真ん中に置いて西平壌、東平壌となっているんですけども、えー、っとまず川の西側にあるのが皆さんご存知、満州大、満州でという丘があるんですよ。うん、その丘の上になんと皆さんもよくご存知な金日成主席と金正日総書記の銅像があるんです。はい でその丘からは平壌市内川を挟んだ平壌市内の全ての光景を一望でできるところなんですよねそして川を挟んで向かい側にある東側にあるんですけどもそこに朝鮮労働党の創建記念塔があるんです、はいまあ、労働党のマークなんですけどもペンとハンマーと釜なんですけどねそれを銅像として建ててあるんですけど、えー、これはまさしくも金日成主席の銅像からは 革命をを導いてきた朝鮮労働党の歴史を伝わる記念日なんですよねこれが一直線ででよく見えるんですその革命ラインとされる非常に神聖なエリアなんですがその記念日の前にものすごく大きな通りがありまして、えっと、左右8車線ぐらいの広さの道路なんですけど、まあ、いわゆる歩行者天国のようにして絶対に視線を防がないようにしてある場所だったんですよ。 しかし皆さんここからが重要です今回病院が建設されるのがこの記念碑の前なんですよ私も平壌に住んだことあるんです驚きましたが現在平壌に住んでいる市民たちも多分驚いていると思います日本の感覚で例えるならば皇居や伊勢神宮の敷地内にいきなり病院が建つようなものなんですではなぜ視線を遮ってまではい銅像と 当創建記念塔の間の視線を遮ってまでここに病院を建てるのかこれが金委員長の目指す新しいリーダー像ではないかと思います、はい、はっきり言ってこのだだっ広い広間をそのままにしておくよりも実利的にこの経済面でも非常に病院が立つということはメリットのあることだと思いますまさしくもここは平壌の一等地なんですから。 ですが、そこに人民の命と健康に関わる病院を建てることによって、市民に寄り添う指導者の新たなイメージを植え付けていこうとするのではないかと思います。はい、自分は銅像を建てる仙台のように銅像銅像として現れるよりもこういった病院として現れ,現れようとしているのではないかとも思います。はい。 そういうことによって仙台と並ぶ存在感近、はい、日性キム・ジョと同じ位置に並ぶような存在感になろうとしているのかもしれません、はい、今後は10月10日の朝鮮労働党創建記念日に間に合わせる、病院建設を間に合わせるというのがポイントなんですよね、はい、だから多分10月と10日までにタイミングよく建設が終われば金委員長の意向もその分上がると思います。うん とということで今後、多分、金委員長はこの病院建設現場に躍起になってしょっちゅう出てくるかもわからないし今回のように怒ったりまた褒めたりするかもわかりません。